し誰かのせいにしてぬるま湯でじわじわと死んでくの何を始めることなく今もあたしゆっくりと確実に死んでるの死んでます散らす親父だったならこんな家は今すぐ出てくと単価の一つも切ったのにもうちょっと私にもあったらな野心とか反骨心とかお前が選んだ道だからただ好きに進めばいいって物分かりの色を知り甘え育児ない女ケツを蹴って追い出せばいいどうしようと気がつけばため息ばかりこぼすような毎日で身の程知れて駆け口叩かれ笑われバカにされて諦めたふりは誰のため情けなくて See you